皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。本日11月5日土曜日、嫌なことは断っていいという題でお話をいたします。こちらが嫌なのに、都合が悪いと思っているのに、自分の要求を、仕事を、あるいはですね、物を売りつけてくる、まあ、そういう人がいるものです。で、その要求に負けてそれを受け入れると、後でこちらが不快になる、そして後悔する、犠牲者になってしまう、まあ、こういう状況にならないために、断る理由をいろいろ考えて言ったとしてもうまくいきません。相手はさらに言葉巧みに畳みかけてくる、説得してくる。まあ、電話や訪問セールスでもそうですね。あんまりしつこいんでね、いや今日は都合が悪いですと言ったらどうなるでしょうか。じゃあいつだったらいいですかもう結局約束させられてしまう。もうね、断った方が早いんですよ結構です、私はそれをしたくありません、バチッとこう言えばですね、もうそこに疑問を感じることはない。向こうもね、こちらにそのような要求を押し付けてくることに全く疑問を感じないでやってきますよね。だからこちらもね、それを断ることに対して何の疑問を感じなくてもいいんです。私たち人間はボタン一つでポチッそう動く、そういうロボットとして作られたんではなくて、自分の意思で自分で決定していい、人の言いなりにならなくていい、そういう存在として作られている。これが神がくださった私たちのプレゼントです、自由意志。ガラティア5の1を見ると、自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのであると書かれています。いいですね。皆さん、自分の責任でないことを引き受けさせられる、そんな筋合いありません。不当な要求をされたら断っていい。しつこいセールス、悪質なポン引き、悪友な無理な誘い、ズうずうしい友達の不当な要求、断る口実を考えずに、私はそれをしたくありませんと、そう断ったらいいのではないでしょうか。嫌われることを恐れるのと、後でああと嫌な思い、犠牲者になるのと、どっちがいいでしょうか。もうかえってね、都合のいいことを言ってね、相手に察してもらうなんてするとね、かえってお互い傷つけ合うことになりますから、皆さん、断っていいということ、そしてあなたはそれでも在籍感を感じなくていい。神が私たちをそのように守っていてくださる。いいよ皆さん、私たちは前に向かっていきましょう。悲しみは逃げていきます。悲しみ逃げ去り喜び離れない、永遠いつない性格の人もいますけど、嫌なら断れるように、そういう力も祈っています。そして皆さんの意思で、断らたくなければ断らなくていいし、断りたいのにと思ったら断れる力が
持てますように祈ってます。それではまた、さよなら。